はい、どうもこんにちは、拓翔です。今回はですね、ニッタフから新しく発売になりました、こちらのね、水溶性接着剤クイックジップについて紹介したいと思います。こちらはですね、10ml のタイプになります。で、こちら、これがお得用ですね。お得用は 500ml ね、結構大きいですね。まあ、業務用みたいな形になります。で、これはですね、10ml で、ラケット1本分ですね、ラバー2枚分貼ることができます。はい、それでは早速塗ってみましょう。はい、で、こちらがファスタック P1 ね、ファスタック P1 になります。こちらですね。で、こちらがファスタック G1 ですね。ファスタック G1、 ラケットはトルネードキングパワーです。はい、こちらに貼ってみます。で、クイックジップを塗るのはですね、このスポンジですね、こちらです。これは、ニッタから発売中のジップスポンジですね。ジップスポンジを半分に切ったものですね。半分に切ったものを使ってます。で、こちらはですね、すぐに結構早く乾くので、素早く手早くですね、作業をしたいと思います。はい、このぐらいですかね。かなり柔らかいというか滑らかですね。非常に塗りやすいです。はい、もういいですね。塗りやすい。 OK、 はい、これでラバーは完成です。次はラケットに塗ってみます。これね、柔らかいのでこぼれやすいのかなと思います。なのですが、その辺ちょっと注意して塗りましょう。で、しっかりね、ラケット全体に塗るようにしてください。はい、それでは反対側に塗ります。はい、反対側に塗っていきます。OK、はい、ね、とりあえずラケットラバーの方塗り終わりました。はい、はい、これで1本使い切ったのかな。でもちょっと残ってます、ね、